景観。景観とは、日常生活において、風景や景色の意味で用いられる言葉である。植物学者がドイツ語の論書フと、ラントシャフとの学術用語としての訳語として当てたもので、後に、地理学において使用されるようになった。辻村太郎、景観地理学講話によれば、三好学が与えた名称である。時義的にも、一般的な用法としても、景観は、 英語のランドス系のことであるが、概念としてはドイツを中心としたヨーロッパのランドスカーフトジオグロフィ、景観地理学の学派のものを組んでいる。田村明によると、都市の系、街並みや村落の系、例えば屋敷森や棚田、漁港など人工的な人間の手が加わった系を指すことが多いとしている。使用領域に関してみると、景観の語は行政、司法や、 学術的な用語として使われることが多い。日本では2004年に景観法が制定されたが、法律上、景観とは何かは定義されていない。学術上は、前述の地理学や、ランドスケープデザイン学、都市工学、土木工学、社会工学、造園学、建築学等で扱われることが多い。また、コーンウォールと西、デボンの工材景観のように、 世界遺産レベルで取り込まれる場合もある。国語辞典では以下のように景色、眺めとして景観を説明している。景観には地理学的観点、風景地計画論的観点、工学的観点など様々な観点がある。景観学を打ち立てた夫をシルーターは景観を感覚的、特に視覚的に捉えられるものに限定した。これは 景観から目に見えない政治や宗教などは、景観形成に関係のない限り除外れることになった一方で、景観を位置、大きさや相互関係などから容易に扱えるようになった。その後、景観が個々の景観の構成要素、イコール景観要素単独で成立しているわけではなく、相互に関係しながら、景観を形成しているという考えが現れ、 生態学的な観点の重視が主張された。景観を目に見えるものだけに限定したとき、地理学が隣接所科学を吸収して発展する過程で不満分子となり、アメリカのフレッド・シェイファーによる地理学の例外主義への批判や軽量革命へて、景観は地理学において重視されなくなった。代わって人文主義地理学の台頭とともに、風景が新しい用語として導入された。 しかし、地理学で下火になった景観の語が建築学者や都市計画家の間で盛んに使われるようになったため、再び地理学会に景観が復活した。現在は騒音景観のような目に見えないものも景観として扱われる。中村和夫は地域と景観の中で景観の概念を以下の5つにまとめた。地理学における景観は一種独特の専門用語として、 君臨してきた。歴史地理学者のセンダミノルは、重要概念であるにもかかわらず、明確に定義づけられることなく、今日に至るものの、その曖昧さが、景観の後の自在性であり、地理学を豊かにしてきたのではないか、と述べている。また、デレック・グレゴリーは、景観はそれ自身の内部に、それを理解できる鍵を持たないと述べ、リチャード・ハーツ・ホーンは1939年に、警観は、 複数の解釈ができ、かつ地方や地域と意味合いが同じであることから、地理学用語としては不要とした。地域の概念と同様に、景観の概念も客観的なものではなく、主観的なものであると主張する学者も存在する。シュリューター以来、景観は自然景観と文化景観の二つに分けられてきた。しかしシュリューターは自然と 人間社会が溶け合って作られたものとして文化景観を捉えたため単なる自然でも単なる文化でもなく自然景観と文化景観に分けること自体に矛盾が生じている。アメリカの地理学者カール・オー・サウアーは人間行動は自然環境に制約されるという環境決定論が支配的であった1920年代において人間が自然環境に働きかけることができるとして 文化地学を打ち立てた。そしてサウアーは、景観を人間が手を入れていない、自然景観と手を入れた文化景観の二つに分け、文化地理学とは、自然景観から文化景観への移行を説明する学問である、と定義した。サウアーは、カリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとり、そこで学んだ研究者らは、バークレー学派と呼ばれ、1960年代の アングロアメリカの地理学会で一大派閥を形成した。バークレー学派はフィールドワークを中心とした実地調査を施行し、目に見える景観要素を重視した。一方、リチャード・ハーツ・ホーンは、自然景観とは、完全に人間の手の入っていない地域にのみ、認められるべきで、人間の居住地域、エクメーネに、自然景観は存在しない、として、サウアーを批判した。ただし、 サウアーは自然と文化を2個を対立的に捉えたのではなく、人間が現在見ることのできる景観は文化景観であり、文化景観形成の前の景観、すなわち原景観を自然景観と規定したのである。景観調査、景観観察はフィールドワークの方法の一つである。カメラで景観を写真撮影、ビデオを撮影する観察により発見した景観要素を 文字やスケッチによって、のちょう、フィールドノートに記する、地図上に書き込む、といった調査手法を指す。特に地理学においては、地図で表現することが多く、具体的には、土地利用を示すことで景観を表現する。景観を観察することは、観察する場所の知識を持ち合わせていなくとも、その土地の人と言葉が通じなくとも、その場所の姿や現地の人の生き様を知ることが可能である。 景観は、視覚的な要素であるが、ぼんやり眺めればよいというものではない。地理学者のと、ところは、景観観察の留意点として、以下の7つを挙げた。地理学は視覚に追うところが大きく、フィールドワークや野外巡見は、地理学のカリキュラム上重視され、必修科目であることが多い。アメリカのジョン・フレイザー・ハートは、1998年に、景観の研究は、 最も健全な地理学の出発点である。地理学者の好奇心は何よりもまず見えるものによって呼び覚まされ。と述べ、日本の地理学者、山本昭造もその土地に住む、人々の現実の姿を捉える上で、景観観察が重要である旨を語っている。地理学系の国際的な学会においても、本会議の前後に会場周辺で、巡見を行われ、 世界の研究者が議論し合いながら、警官調査を行う機会が設けられている。しかしフィールドワークを重ねて観察眼を育てることは、逆に近くを狭めてしまう恐れがあり、例えば、スイスで氷河作用を受けた警官の観察眼を養ったアガシスという学者は、氷河作用を受けていないはずのブラジルリオデジャネーロ近隣でも、氷河作用の痕跡を見出した、という出来事も起きている。 鳥越明のほか、景観形成と地域コミュニティでは、冒頭で、ここで言う景観は、景色とか、風景などと言い換えても良い、広い意味で使っている。と言明し、一般用語としての用法をとっている。鈴鹿市の説明によれば、景観とは、景、空間的なものの存在と、観、見る人の感じる印象、価値観の合成語であり、地域の視覚的特性だという。 また社会学者の吉田民人は、景観は、情報の一種とみなすことができる、としている。景観は常に情報を発信しており、人々が景観に対し感動を覚えることを、情報の受信と考えることができる。この場合、情報の発信者たる土地、構造物などの所有者や管理者は、自ら情報を発信しているという意識はなく、私有ならば、基本的に景観を見る人、 情報の受信者に対して配慮の義務はないと思えれている。景観破壊に起因する景観論争は環境権の議論のテーマの主要課題であり、訴訟の対象となることもある。日本民族建築学会編、日本の生活環境文化大辞典では、景観は自然が作る環境と建築物や道路、橋などの土木建造物によって構成されると記している。また、 道書では景観を構成する脇役として、電柱や街灯、日の宮らなどを挙げ、これら脇役は、景観上存在感が大きいものの、環境デザイン、景観要素として意識されることが少ないと指摘した。国際連合教育科学文化機関、ユネスコが編集した、人の作った、風景、現代、ザマン、メイドランドスケープでは、景観とは、 地球の表面を指したものであるとし、自然の力により変化しやすく、また人間活動の重大性の高まりにより、多大な影響を与えているとした。造園学における景観の構成要素は、大きく3つに分けることができる。日本の建設省、当時は1984年、昭和59年に、美しい国土建設のために、景観形成の理念と方向において、景観を、 眺められるもの、イコールものとしての、形と、眺める主体、イコール人としての、感に分解し、さらに、形を、地域性、全体性、総合性、公共性に、感を多様性、生活性、参加性に細分した。これに基づいて、ハンダマリコは、ものがあり、それを見る人が、美しさ、快適性、潤いなどを感じないものは、景観ではなく、地域住民や、 土地の風土にあったものが景観である、と述べた。土井博士は景観を、人間が、自らの周辺の環境を理解し、認識する一つの方法であり、視覚から得られたものに、特定の意味や価値を見出そうとする態度であると、記している。これを、現象学の言葉で言うと、体験された空間となり、実際にその場で景観を見ずとも、過去の経験や入手した情報から景観を、 思い浮かべることができる。そのように各人が思い浮かべたものが、景観イメージ、イメージの景観と呼ばれるものである。現代は、都市や街路空間を考える上で景観が問われる、時代である。東京や大阪では、建築基準法など、法の枠組みの中で、容石率などが規制されるため、建築物の高さや規模が揃っている。しかし、それは景観を意識したものではなく、 規制によって結果として統一的な景観が形成されているに過ぎずよく観察すれば色、テクスチャーなどは不統一で看板や電柱の配置も無造作であ、雑然とした街路空間となっているこうした状況に対して景観をデザインしようという動きは活発になってきているが雰囲気のある個性的な街路空間には街路全体で糖質な雰囲気を作ろうという視点と ランドマークなどの記憶に留まるものによって、個性付けしようとする視点の二つが重要である、と積みたようは述べた。積みたは、糖質的な雰囲気の例として、フランス・パリのシャンゼリゼ通りを、記憶に留まるものの例として、イタリア・フィレンツェのサンタマリア・デルフィオーレ大聖堂、ドゥオモをキョいる。ケビン・リンチは、警官の役割について、以下のように述べている。日本では、関東大震災後、 アメリカの都市美運動の影響を受け、都市計画関係者の間で、都市美という言葉がしばしば用いられた。都市美協会が設立され、市民への啓発活動も行われた。しかし激化する、戦争、戦災からの復興、高度経済成長という過程の中では、合理性や経済性が優先され、景観への配慮といった要素は主観的なものと考えられ停止されるようになった。東京、 日本橋の上空に架けられた首都高速道路もその一例であろうと言われている。このため横浜市に入庁することになった田村明はすでに政府レベルで都市計画決定されている高速道路の美観上の問題を提起し地下式に変更させることとなる。都市計画法には美観地区、風地地区などの規定はあったが美観地区は制度として積極的に 都市美を作るとしながら、実際の事例には、公共周辺などの景観保護等に限られて、運用されていた。このため、都市美協会は1930年から、デート美会委員会の設置を求める、県議省時の東京市に提出してから、これを毎年継続していた。一般の市街地では、特段の規定もなかった。高度成長期以降、日本人の生活も大きく変わり、自然、 都市や農村の景観も大きく変化し、鎌倉、アスカ、奈良、京都といった日本の文化史上特に重要と考えられる地域も開発の波にさらされる。これらの地域の景観を守るため民間レベルではナショナルトラストが設立され、また制度としては古都における歴史的風土特別保存地区、九百六十六年古都における歴史的風土の保存に関する特別、 措置法の規定や伝統的建造物群保存地区、1975年文化財保護法改正の規定などが生まれた。ただし、これらもごく一部の地域を対象としていた。日本と同様の敗戦国ドイツでは戦後の混乱期にあっても自らの文化や歴史を尊重し景観の復元を図っている。1960年代には景観に関する研究も多くなされ、 その成果として、ケビン・リンチは分かりやすさを景観基準の一つに挙げている。高度成長の時代においては、建物は敷地をいかに有効に公用石で利用するかが優先され、建築基準法も社会的要請に応えるよう次第に緩和規定が設けられていった。例えば、建築物の高さ制限は景観を左右する大きな要素であるが、 商業地などで31メートル、住宅地で20メートルと定められていた絶対高さ、制限は、1963年の建築基準法改正により撤廃され、第一種住居専用地域、第一種、第二種低層住居専用地域では10メートル、または12メートルの高さ制限とされた。このため、九百六十年代までに形成された、中心市街地、例、御堂筋、 銀座、新宿では一定の軒線が守られているものの、それ以降に発達した市街地では高さの揃わない街並みになっている現象が見られる。また、総合設計制度1970年創設は都心部に空地を確保する効果もある反面、周囲から突出した高層ビルも建設可能にした。1980年頃から景観を保全するための条例。 自主条例を制定する自治体が多くなるが背景の一つには各地で起きる高層マンションをめぐる紛争がある周囲がほとんど低層の一戸建ての区域に高層マンションの建設が計画されると日照権などをめぐる紛争になる場合が多いこうした紛争は各地で起こってきたがその中でも東京国と地市のマンション建設をめぐる紛争は全国的にも話題になった 国立市では警官条例を制定し、行政指導により大学通りの警官を守ろうとしていたが、マンション事業者は2000年に14階建て44メートルの建築に着工し、住民、市、事業者が裁判で争うことになった国立マンション訴訟。2003年時点で27都道府県450市町村が警官に関する自主条例を制定していた。 しかし、法律の委任規定のない自主条例では、建築基準法や都市計画法より厳しい制限を設けることは、できないた国の立法措置が求められることになった。良好な景観に対する関心が高まってきたことを背景に、2003年、国土交通省では、美しい国づくり政策大綱を策定した。同年に定められた、観光立国行動計画立案時、 景観に関する基本法の制定が求められている。地方自治体が美観の条例を定めて執行しようとしても、国の法的根拠が明確でなく、また法的、有効性が保証する必要のため、2004年、平成16年に景観法が制定された。同法では、美しく風格のある国土の形成、潤いのある、豊かな生活環境の創造及び個性的で活力、ある、 地域社会の移つ,つが目的に挙げられている第一条。景観法自体は何らだ規制を行うものでなく、規制を行うには自治体が景観計画などを定める必要がある。観光地の中には伝統的な建物の再生や電線の地中化などにより街並みを整備している動きが見られる。観光客が増加するという経済効果を上げている地域もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。